皆さんこんにちは、中島剛です。緊急事態宣言が延長され、ますますお家での時間がなくなり、皆様ストレスを溜め込んでいると思いますが、もう少しの辛抱です。今日は前回に続き、練習前に指のストレッチを皆さんに伝授したいと思います。さて、前回は親指と小指を押さえて、人差し指、中指、薬指を一本ずつ独立させる練習でしたが、今回は親指と人差し指を押さえて、中指、薬指、小指の練習と、小指と薬指を押さえて親指、人差し指、中指の独立をさせるストレッチをしたいと思います。じゃあそれでは始めたいと思います。前回に続き、今日は親指と人差し指か、親指と人差し指をそれぞれ鍵盤の上に置きます。右手はドとレ、左手はソとファ。ちょうどこれで肩幅の開きになると思いますので、このぐらいがちょうどいいと思います。中指、薬指、小指を使って独立させてあげる練習をしたいと思います。何でもいいんですけど、今日はどうしようかな。4-5-3-4でまずやってみましょう。最初ゆっくりず、1音1音動かしてあげて、やることが大切です。で、できたら今度は5-4-5-3にしましょうか。前回と同様、この動きを20回ずつぐらい繰り返しながらやりましょう。で、できたらさっきのと今のをコンビネーションして、一つにまとめてあげましょう。では今度は小指と薬指をソファ、右ソファ、左手はドーレーで押さえて、これは一番動きやすい指なので、親指、人差し指、中指はそんなに難しくないと思います。これは 1-2-1-3 で続けてやってみましょう。次は こんな感じですね。で、これをさっきのと組み合わせて、感じですね。はい、今回は前回に続き、指の独立を意識したトレーニングをお届けしました。親指と小指を固定し、それ以外の指の動かし方、親指と人差し指、または薬指と小指を固定し、それ以外の指の動かし方を数パターンでしたが、ぜひ試していただきたいと思います。いろんなパターンがあるので、考えてみながら試すのも楽しいと思います。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。